テクジには、韓国の女優、アンマーク所属。中学3年生の時に、スカウトされて、ファッション誌や CM のモデルとして、芸能界入りを果たした。その後、高校の先輩であるイムス・ジョンに憧れて、女優を志すようになる。2008年、映画、人を探していますで、女優デビュー。2013年、MBC 月かドラマ、 気候法二つの学の涙の誓いで、悪役である、田中瑠璃役でブレイクを果たし、同年の MBC 演技対象新人女優賞を受賞した。2014年のインタビューでは、女優としてのターニングポイントになりましたと述べている。2015年、MBC 週末ドラマ、愛しのくむサウォールで主演を務める。2016年、J ・ワイドカンパニーと専属契約を結んだ。 MBC のテレビドラマへの出演が多く、2014年に放送された MBC 月火ドラマの4作品のうち3作品でメインキャストとして出演している。本人曰く、どっぷりとその役にはまるタイプとのことである。また、気候号2つの学涙の誓いで共演した派、ジオンを目標とする女優として挙げており、共演者の感情をうまく引き出し、 すべてのシーンをきちんと考える姿に刺激を受けたという。水が苦手だが2017年の MBC 水木ドラマミッシングナインでは真冬の中での水中演技を披露している。女優業と並行してグラビア活動も精力的に行っており2017年には日本でグラビア撮影を行った。可愛らしい容姿を生かしてすっぴん姿を披露した。 2015年には自身が担当するラジオ番組にて顔にメスを入れると大変なことになる場合があると整形手術に対して警鐘を鳴らす考えを示している。社会貢献活動に熱心に取り組んでおり2012年から国際児童支援団体であるプランコリアの広報大使を務めている。自身としてもプランコリアの活動を兼ねてタイ、カンボジア、 インドなどで恵まれない子供たちのためのボランティア活動をしている。2020年12月2日、4年間所属していた j ワイドカンパニーを離れ、キム・ダミア・キム・エ・ジュンなどを発掘したことで知られるアンマークと専属マネージメント契約を結んだことを発表した。ありがとうございます。